るときのコツっていうか、これが多分一番のコツだと思うんですけれど、いろんなタイプのリン粉を混ぜること。一度コスコで富士アップル売っていたので箱買いしたんですね。いっぱいあったから全部富士で作ったら、やっぱりなんかちょっと味が違う。いろんなね、青りんごとか、これは富士とか、あと、ピンクレディとかギャラとか、もうあらゆる種類のりんごを集めて、まず皮を剥きます。皮を剥くのが結構大変です。剥けた、大変。パイ型に入れ出してからちょっと足りないっていうのはとっても悲しいので、多めに作っちゃいます。でこれを5ミリぐらいの薄さに切っていきます。こんな感じ。やっと切れました。多分この作業が一番大変。いよいよお鍋に入れます。まず切ったりんご全部と、お砂糖が4分の3カップ、グラムにしたら 150g 入れます。そしてここにレモンの汁を入れます。種が入らないように手のひらの上で絞ります。ここまでできたら、火は強めの中火、10分から15分くらい、木べらでかき混ぜながら煮詰めていきます。おいしい。アップルを冷ましてる間にパイ生地の準備をします。でパイ生地は、ね、一から作るととっても大変なんですけど、今はこういう便利なものがあるので、これで作っちゃいます。そうするとね、アップルパイがもうむちゃくちゃ簡単になるんです。
します。一番長いところからやると後で困る。これを塗っていきます。でこれを375度に予熱しておいたオーブンで焼きます。シナモンよりパイがサクサクになる。美味しいです。 Thank you for watching.